みんな旅してる？どうもしげです。ブラジル、サンパウロ、日本食、食べまくり。それではスタート。ブラジル、サンパウロのコンゴーニャス空港に到着。宿まで1000円ちょっとかな。空港からウーバーに乗って向かいます。今回の宿に到着。チェックインにはまだ早いので荷物だけ預けました。洗濯物溜まってるのでまずはコインランドリーに行きたいと思います。宿から2、3ブロック歩くと有名なサンパウロ美術館という好立地。そしてここはおそらくサンパウロ一番の大通り、パウリスタ通り。サンパウロなので安心はできないけど、サンパウロの中では比較的安全と言われているそうです。このスーパーかなの中にコインランドリーがあるらしいんだけど、これだ。結構良さそうだけど土曜だからか全部埋まってる。20レアルで洗濯開始。クレカ払いできて便利。埋まっててだいぶ埋まったけど乾燥スタート。同じく20レアル。楽天モバイルのデータ容量なくなりそうなので1ギガ500円で追加購入します。スーパーの中にセルフサービスのビュッフェあって 100g7 レアル弱で食えるらしいので、ここで昼飯食ってこう。野菜たくさん食べられてこれで900円いかないぐらい。近くのイートインスペースでいただきます。肉も野菜も寿司も食えて味もまずまず。ごちそうさまでした。中結構でかいスーパーだった。 1.5 リットルの水を買いました。無事乾燥まで終わりました。バッチリ乾いてます。再びパウリスタ通りを歩いて宿に戻ってます。チェックインまでもう少し時間あるからスタバでコーヒーでも飲んできますか。 Wi-Fi は遅いけど一応つながる。アメリカーノトールサイズいただきます。チェックイン時間を過ぎたので宿に戻ります。チェックインしました。エグゼクティブダブルルーム、広いですね。1泊約13,000円。ちょっとお高いけど治安も考慮して安全なエリアを選びました。バスルームも十分な広さですね。シャワールームも問題のない広さ。シャワーは壁に固定式。広めのデスクもあって Wi-Fi も早くはないけど使えるかな。荷物部屋に持ってきてくれたんだけど、一番細かいのが10レアルだったのでチップでお渡ししました。腹減った。 Uber 呼んで飯食いに行きたいと思います。サンパウロは世界最大の日系コミュニティと言われているので、今夜は久しぶりに日本食食いに行っちゃいます。東洋人街リベルダーデのラーメン屋博多一行社にやってきました。結構並んでそう。名前を書いて待つシステムのようです。久しぶりのラーメン楽しみ。今夜は軽く一杯だけ飲もうと思います。ハイネケン330ミリ。まずは唐揚げ4個。でっかい、うまそう。衣ザクザクでニンニク効いててめっちゃ酒進む唐揚げだ。続いては博多餃子5個。まずはニンニク入りの酢だけでいってみようかな。焼き目パリパリでちゃんと日本の餃子だ。ビール進むなマジで。お次はさらに醤油も入れてパンチ力高めていこう。ついにメインの豚骨ラーメンが来ました。コンプリートを頼んだので味玉とチャーシューも乗ってます。スープは海外に合わせてかな。ちょっとぬるめな気がするけどしっかり濃厚豚骨うまい。
細麺はちょっぴり柔らかめ。正直日本で食ったら全然感動しないと思うけど、地球の裏側ブラジルで食うと感動するぜ。ラーメンだ。2杯目コロナ330ミリ。味玉半熟トロトロでうまいわ。しっとりでっかいチャーシューが全部で4枚。めちゃくちゃでかくてすんごい食べ応えある。後半はいろんな卓上調味料をバシッと投下。最後のチャーシュー1枚とビールを少し残してトイレに行ったら、帰ってきたら片付けられてた。うわ。最後の一口は超残念だけど、ぶっちゃけ腹いっぱい。海外でトイレ行くときはやっぱちゃんと伝えた方がいいね。ごちそうさまでした。宿に帰ります。すげえウーバーなのにモニターがついてる。ということで今日も無事宿に帰ってきました。明日はサンパウロでのんびりします。おやすみなさい。おはようございます。今日は午後まで部屋でゆっくりしました。すごい腹減ってるのでウーバーに乗って飯食いに行きます。東洋人街リベルダーデにやってきました。日曜は日曜市が開かれているっていうことなんだけど、これかな。手巻きホットロール、手巻きホットロール、想像できないもんが売ってんな。食ってみよう。メニューはカニカマの手巻きとサーモンの手巻きがあるのかな。サーモンクリームチーズの手巻き、だいたい700円ぐらいかな。注文してから作ってくれるから海苔バリバリ、サーモントロトロでうまいわ。これが具なんだけど、クリームチーズ程よい量だから意外と邪魔しなくて合う。ここに置いてある醤油をぶっかけて食うと最高にうめえぜ。独自の進化を遂げてそうな天ぷら食べてみたいと思います。結構並んでる。メニューはよくわかんないけどこんな感じ。エビ入りの天ぷらを頼んでみました。エビ入りの天ぷらなるものを買ったらこんなにどでかいかき揚げみたいなのが来ました。薄く伸ばしたのを揚げてて生地はザクザク、うまい。キャベツとかも入ってるっぽくて、かき揚げっていうよりはお好み焼きを揚げたのに近いイメージかな。大きいエビも入ってて、ちょっとエビせんみたいな香ばしさもあってうまい。日本で住まれてた店員さんがお声掛けしてくれました。日本語も少し喋れます。こんにちは。こんにちは、坂本と申します。ありがとうございます。ドーラヤーキーや今川ヤーキーも売ってて、4年前に来た時と雰囲気は変わってないですね。ちょっと来るのが遅すぎたかな。4時40分にもなるとぼちぼち閉め始めた店もあります。弁当ハウスと書かれたレストラン、弁当なのかレストランなのかどっちなんだい。飲食店はさっきまでいたエリアに集中してるけど、それ以外にも屋台たくさん出ていてアジアングッズがいっぱい売っているみたいですね。リベルダーデ日本広場と書かれた石碑もありました。この辺りはアジア系の見た目の人も多くて、どこか懐かしく安心して歩くことができますね。エンポリオアズキっていうのは日本の食材が手に入るスーパーのようです。カタカナで書かれたカルピスだとか、あと一楽ラーメン売ってますね。これナルトの著作権的に大丈夫なのこれ。スーパーの店頭でいくつかテイクアウトメニュー販売してたので焼きそばを買いました。この辺りはアジア系の店も大量にあるし、街灯とかも含めて本当にアジアっぽい雰囲気。買ってきました。焼きそば 400g、 上になんかよくわかんない肉のソースがかかってる。上にかかってるのは牛肉メインの中華あんかけみたいなやつだわ。うまい。あんかけの下から出てきた大量の焼きそば、麺はかなりもっちり系、コシもなくべちょーっとしてて、正直そんなにうまくはないかな。日本のソース焼きそばとはちょっと違うんだよね。何なんだろう、パンチが足りないのかな。なんかぼんやりした味って感じ。とりあえず食い切って腹いっぱい。
ごちそうさまでした。リベルダージ、帰る前に少しだけ散歩したいと思います。有名な日本庭園があります。一回も入ったことはないんだけどね。ここには大きな鳥居なんかもありますね。おや、こいつは何やら見覚えがありそうな何か。長旅で日本や日本食が恋しくなったら立ち寄ってみるのもいいかもね。こんなおしゃれそうなカフェにもお弁当、クロワッサン、スイーツなんて書いてあるとなんか安心するね。今夜あげる動画の編集まだ残ってるので、そろそろ宿に帰りますか。ウーバーに乗って帰ります。このウーバー、鼻のいい香りがする。今日も無事宿に帰ってきました。編集残ってるんで頑張ります。無事動画上げられたので寝ます。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝食ビュッフェいただきます。今日はセントロと呼ばれる中心街付近をブラブラしてみたいと思います。平日のパウリスタ通りはとても賑やかですね。地下鉄で移動してみようということで、トリアノン MASP 駅に行きます。窓口で乗車券1回 4.4 レアル現金のみ。 QR をここに読み込んで、あ、来ました、通れました。サンパウロの地下鉄は路線かなり充実してますね。到着したライン2かなに乗って移動します。パライーゾ駅からライン1に乗り換えです。セントロ中心街にある聖駅で下車しました。聖駅を出てすぐ目の前にあるのが聖大聖堂。カテドラルメトロポリターナとも呼ばれる非常に大きな大聖堂。内部は無料で覗くことができ、とても天井が高くて非常に荘厳な作りでした。大聖堂周辺は治安が悪いらしく、警察官がかなりたくさんいます。大聖堂の目の前にはサンパウロの中心を示すモニュメントもありました。しかしこの辺りはホームレスっぽい身なりの人がたくさんいるな。スリもすごく多いらしいです。聖大聖堂の目の前のこちらは聖広場と呼ばれているそうです。この辺りをブラブラするけど治安マジで悪そうだから気をつけよう。歴史あるセントロということで街並みにも歴史を感じますね。狭い通りに建物がびっしりと立ち並んでいます。活気があるけどどこか緊張感も漂う場所って感じかな。1929年に建てられたマルティネッリビルはサンパウロ最初の高層ビルなんだって。セントロ地区には100メートルを超える高層ビルもたくさん建っているようです。間から見えている真っ白なアルティーノ・アランテスビルも有名な建物だそうです。上にはキューバ国旗っぽいのがはためいてますね。この辺りは近代的な建物と歴史的な建物が林立するエリアのようです。こちらは非常に豪華な作りだというサンパウロ市立劇場。目の前の広場の緑と高層ビルのコントラストが大都会って感じですよね。こちらが劇場の正面のようです。とても立派な作り。ただしすぐ目の前のビルの軒下にはホームレスが10人以上は寝てて、ゴミも散乱しててコントラストがすごいな。ショッピングライトという有名なショッピングモール、デパートみたいなところなのかな。このイタリアビルは高さ168メートル、ブラジルで3番目に高いビルなんだって。何やら長い橋を渡っていきます。橋のすぐ横に立つルックアウトバレーミランチドバーリはブラジルで最も高い170メートル、42階、高さ150メートルにはサンパスカイという展望台もあるんだって。騒がしいなと思ったら、ここは結構有名な通りみたいで露店がたくさん出てますね。そんな賑やかな露店通りを突っ切って、本日最後に向かうのは超有名なサンパウロ市立市場。市場の中、撮影禁止とのことだったんですが、肉、魚、野菜、果物たくさん売ってて、飲食店もいっぱいありました。超有名なサメのハンドイッチあるんだけど、市場の中は撮影禁止ということでテイクアウトしてきました。この辺あんまり治安良くないので一旦宿に帰ってゆっくり食いたいと思います。喉乾いたから先にオレンジジュースだけ飲んだら多分生絞りだね。甘酸っぱくてうまい。帰りはサンベント駅からメトロに乗ります。またまた1回 4.4 レアルです。
宿最寄りのトリアノンマスプ駅で下車しました。帰りがけにスーパーで 1.5 リットルの水買いました。よし、ようやく宿に帰ってきました。名物のモンタデラサンドイッチオープン。うおー、すげー。もフランスパンみたいなパンに大量のモルタデラハムが挟んであって、めっちゃ塩気強い。ビール飲みてー。挟まってるハムの量がほんとすごい。オリジナルサンドっていうのを頼んだんだけど、チーズが大量にとろけた跡があんのよ。これ出来たてで食ったらさらにうまかっただろうな。こんだけ入って小さい方のサイズで3レアルだけ足せば大にできたから、腹に余裕がある人は大頼んでみるといいかもね。最後は大量についてきたケチャップとマスタードもぶっかけて最高にジャンキーにいただきます。今日は超久しぶりに2日連続の休館日にして寝ます。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝飯いただきます。午前中は部屋にこもって作業しました。午後はパウリスタ通り周辺をブラブラしてみたいと思います。宿から5分ぐらいのサンパウロ美術館は時間かかるので明日行きたいと思います。パウリスタ通りは今日も人通りが多く賑やかですね。道路の真ん中に立つと両脇に建物がずらーっと並んでいるのが分かります。パウリスタ通りを2キロほど歩いてジャパンハウスに到着。ジャパンハウスの中でイケてる日本食が食えるらしいので昼飯食っていこう。2階に藍染めっていう日本食レストランがあって、セットって書かれた定食メニューがたくさんあるよ。あと丼で牛丼とかもあるし、うどんそばもある。何ここ、夢の国じゃん。寿司刺身も。昼なので飲み物は炭酸水にしておきます。330ミリかな。焼酎とか日本酒も置いてあるから夜に来ればよかったかなーなんて思ったり思わなかったり。すげー、セットとんかつ頼んだらとんかつ定食が来たよ。味噌汁もついてる。衣サクサクでしっかり日本のとんかつだわ。うめ。パッサリ米じゃなくてふっくらしたちゃんと日本の白米、うまい。きんぴらや漬物をはじめとして野菜たっぷりの小鉢がたくさんついてるのも嬉しいね。やっぱ定食は最高だな。ごちそうさまでした。お茶が飲みたくなってバンチャーも頼みました。ちゃんと緑茶ですな。落ち着きますわ。館内は無料で見学できて日本酒やウイスキーなんかも売っていていい施設でした。これからも日本の文化発信頑張ってほしいですね。2キロちょっと歩いてイビラプエラ公園にやってきました。どこまで続いてるか全くわからない非常に大きな公園で、 Google マップのレビュー数はなんと驚異の26万件超え。イビラバイク、ここでチャリも借りれるみたいですね。サンパウロで一番有名な公園なんじゃないでしょうか。
キッチンカーなんかもあったりしつつ、市民の運動や散歩の場として親しまれているようですね。池に架かるアーチ型の橋からの景色も見ていこう。とてつもなく広いのがお分かりいただけますでしょうか。それではそろそろ帰ろうかね。湖越しに見える高層ビル群がサンパウロだね。ジャパンハウス出発してから 7.5 キロぐらい歩いて宿に帰ってきました。腹減った。ウーバーに乗って夕飯食いに行きます。今夜は寿司が食いてえぞっていうことで札幌っていうレストランに来てみたんだけど、予約なしでも入れるかな。あ、並んでる。あればよかったんだけど、日本のビールあればよかったんだけどないので、ハイネケン330ミリ。161レアルでフェスティバルっていう食べ放題形式になってるらしくて、つまみに刺身や寿司など、他にも和食日本食が食べ放題のようです。まずは刺身から、サーモン、マグロ、カニを頼みました。とろっと脂乗ってて、わさび醤油につけて食うとうまい。カニはまさかのカニカマ。これは刺身というのでしょうか。味薄い系のマグロでも、もちろんうまいね。これはうまいわ。その他いくつか頼んでないものも運ばれてきたから食べてみよう。サーモンの上にカリカリの野菜と甘いソースがかかってる。甘いソースがいかにも海外って感じの味だね。これはサーモンのカナッペ、サクサクの衣の中にトロトロのサーモンが入ってて、これはうまい。マグロのたたきなのかな。タレがなんかエスニックっぽい味がして予想外。アズマというブラジルで作ってる日本酒いただきます。これは1号なのかな。日本酒飲んだのは4ヶ月ぶりぐらいかな。割と辛口ですっきりした日本酒。続いて寿司が来ました。見た目は寿司ですね。ブラジルでアジが食えたよ。上に乗ってる生姜がうめえな。あんまり味がなくてブリって言われないとわかんないかな。ちょっと魚臭い匂いもするね。エビはエビだね。普通に美味しい。醤油はお店のオリジナルなのかな。日の本ライトと日の本プレミアムっていうのがあって、日の本プレミアム使ってます。3杯目は日本から輸入している都誉れをいただきます。かなりしっかり辛口ですな。ガツンとくる日本酒。店員さんがおすすめで持ってきてくれたサーモンにレモンと塩とトリュフオイルがかかってる寿司、カルパッチョの寿司食ってるみたいな味。ここで一発味噌スープ、味噌汁を挟んでおこう。またまた店員さんがおすすめで持ってきてくれた寿司いただきます。気になってるのはティラピア。レモンの皮かけて臭み消してるっぽいけど、やっぱり少し川魚の臭みはある。店員さんが柚子と酒が入ったビアを持ってきてくれたので飲んでみます。濃いって言うんだって。なんかすんげーフルーティーで甘いわ。柚子から来る爽やかさと日本酒から来る甘さなのかな。カクテル飲んでるみたい。うまい。
最後は酢の物とガリをつまみにビールを片付けていく。死ぬほど腹いっぱい、ごちそうさまでした。破裂しそうなほど腹いっぱい、ウーバーに乗って宿に帰ります。ウーバーに乗って今日も無事宿に帰ってきました。明日はのんびり美術館でも行きます。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝飯いただきます。部屋にこもって作業してました。気分転換にサンパウロ美術館に行ってきます。これが有名なサンパウロ美術館ですね。美術館の下は巨大な空間があるんだけど、結構ホームレスの人いるっぽいですね。今日は全然並んでないみたい。それではサンパウロ美術館入場していく。1時間20分ぐらい楽しんできました。気分転換には美術館ちょうどいいね。今はポール・ゴーギャン展をやってました。ゴーギャンってタヒチに行ってたんだね。地下もあったんだ、気づかずに出るところだった。行ってきます。地下も見てきていい気分転換になりました。美術館すぐ目の前のトリアノン公園、ジャングルみたいな感じなんだね。でっけえ木がたくさん生えてて、ちょっとした植物園みたいなところだな。この間と同じスーパーで 1.5 リットルの水買いました。宿に戻って今回の動画完成させたいと思います。ポストイガース、リオデジャネイロ、ヒアインサンパウロ、ね、サンパウロ最後の晩餐はやっぱりシュラスコでしょうってことで、リオでも行ったフォゴドシャウ。余裕で座れました。肉食い放題、ビュッフェ取り放題です。1杯目、ハイネケンのドラフト。ビュッフェからまずはしっかり野菜中心にいただきます。新鮮シャキシャキうまかった、準備万端ということで、これをひっくり返して肉をくれ。早速持ってきてくれた一発目はプライムリブ。2種類目はオカートラーと言われた部位。3種類目はボトムサーロイン。4種類目スパイシーチョリソー。2杯目はアルチーノというアルゼンチンのマルベック、いただきます。シュラスコといえばのピッカーニャを持ってきてもらいました。うまそう。とっても親切な店員さんたちです。イエーイ、サービス精神旺盛。ベリー系やカシスっぽい香りがして濃厚なんだけど、口当たりまろやかなマルベック、やっぱり肉と合うね。うまい。ちょっと油断するとすぐ皿の上が肉でいっぱいになっちゃうから、スペシャルポークリブと鶏の心臓ハツなんかも平らげていく。牛すじ煮込みみたいのも味濃厚、肉ホロホロでうまいわ。続いてはグリルドチーズ、焼きチーズがやってきました。揚げ物で俺を満腹にしようと頼んでもないフライドポテトが運ばれてきました。
ポテト熱々揚げたてやん、うま。酔っ払いすぎないように炭酸水310ミリも頼みました。コースターを赤表示にしてる間にたまった肉はなんとか片付けました。この辺りで一度ビュッフェでさっぱりザオラルをかけたいと思います。3杯目はアルゼンチンのカベルネソービニオンを頼みました。ベリーやカシス系の香りがより強くて、タンニンもより濃くて濃厚な感じ。これは肉食うしかねえな。ということでコースターをひっくり返して最後の戦いに挑みます。再戦一発目はフライジーニャっていうやつらしい。次に持ってこられたのがプライムリブって言われました。最後もう一度さっぱりします。最後にピカーニャを少しいただいてこれで終わりにしよう。いやーよく食った、腹いっぱい、ごちそうさまでした。はあ死ぬほど腹いっぱい。この店があるのはアウグスタ通り。アウグスタ通りは夜はすげー盛り上がる飲み屋街だよって教えてもらったんだけど、今のところそんな雰囲気は全く感じませんね。ちなみにサンパウロは標高760メートルだからか、現在の気温は14度。ブラジルのイメージとは全く違って結構寒い。パウリスタ通りに出てきてしまったけど、もう少しだけ反対側アウグスタ通り歩いてみようか。軽く歩いた感じ、ちょくちょく飲み屋はあるけど、どこら辺が言うほどの飲み屋街なのかは分かりませんね。と思ったらここら辺かも。怪しげなネオン光る飲み屋が結構たくさん出てきました。確かに夜遅くまでやってそうなバーとかクラブとか多そうだから、勤労の夜とかに来たらすごいのかもね。ウーバーで宿に帰ります。運転手の方、なんと日系人の方でした。運転手の方に日本語でいろいろと教えてもらって楽しかった。ということで今日も無事宿に帰ってきました。明日からブラジリアへ移動します。おやすみなさい。おはようございます。宿の朝飯いただきます。楽天モバイルのデータなくなるので1ギガ追加購入します。12時に宿をチェックアウトしました。昼飯食いに行きます。サンパウロにはなんとすき家が10軒以上あるらしいので、地球の裏側で牛丼を食っていきたいと思います。焼肉トラディショナルに牛丼トラディショナル、焼肉丼や牛丼のメニューがたくさんある。すき家だ。おお、カツカレーとかラーメンとかもあるみたいですね。もう完全に日本食レストランだ。カウンター席はなく、すべて広々としたテーブル席。俺の後ろにも同じぐらいのスペースがあります。牛丼トラディショナルの唐揚げ味噌汁セットを頼みました。めっちゃうまそう。え、待って、日本の牛丼とほぼ一緒な気がする。めちゃくちゃうまい。味噌スープも超熱々でしっかり味噌汁、最高。唐揚げはちょい冷めてるけど衣ザクザクで生姜効いててうまい。長旅に疲れたら来る価値あり。マジでちゃんとした牛丼でした。3000円弱、ちょっと高いけど楽なので Uber で空港へ向かいます。 Uber に乗って郊外にあるグアルーリョス空港に到着。セキュリティチェック通過。広くて飲食店や店たくさんある空港ですね。
こりゃ想像よりだいぶ広いわ。この空港は早めに着いた方が良さそうだね。搭乗ゲートの近くにスタバあったから一杯コーヒーでも飲んできますか。席はすんげー狭め。コールドブリューグランデ400ミリいただきます。今回乗るのはブラジリア行きのゴル航空。ブラジリア行きのゴル航空乗り込んでいく。3列3列の機内 LCC だけどシートピッチは少し余裕があります。ほぼ満席かな。30分弱遅れてサンパウロ離陸。バイバイサンパウロ。機内サービス、スナックもあったけど健康のために断って、オレンジジュース。ブラジリアの空港に着陸しました。ブラジルの首都ブラジリアに到着。今回はここまで。次回ブラジリア編お楽しみに。サンパウロからチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。